はい、こちら森のフローラ2ですね。腐葉土、サンゴ、化石、フンタンっていう、トゥンタンっていうんですかね、粉ですね、炭の。それと香蘭金入り、はい、ずっと気になってはいて、やっと、はい、試験的にですね、試すということで入手できましたんで、こちらを、ですね、ちょっと特殊なやり方、苗が届きます。その苗の8ドルの周りにこう来るような。はい、形に施肥してくださいということで、初めてやりますんで、ちょっとうまくいくかどうかわかりませんが、はい。で、これを巻くにあたってですね、必要な、はい、ものはですね、こちらです。ホーラー。はい。これマルチ切り付きホーラーですね。こう、ザクッとやって、土をすくって、通路に捨てると。はい。まずこれで穴を開けます。そしたらその中に、1リットル。これをですね、2リッター分山盛りにします。はい。そしたらですね、私が愛用している定食ホールズ、三寸鉢を、それでぐっさっと、しっかりですね、ぐっさっと、ぐっさっと、ぐっ、ぐっ、ぐっさっと、はい。上穴を開けます。ちゃんとこれ、泥取るように、はい、ここ取るようにもついてます。はい、そういう形で、やっていきたいと思います。うまくいくといいですね。じゃ、また。はい、まずはホーラーですね。これはどう使うんでしょうか。今回ですね、見てください。はい、しっかり見せましょう。これタビキ車、あちらにあるんですけど、タビキ紐に、はい、バックシーラーで、はい、ということで、ここはですね、センターよりちょっと北寄りに、はい、張ってありますので、このここですね。ザクッと。はい、中はふかふか腐葉土ですね。ほら見てください。もう全くもって森のフローラ固めですね。はい、これは良さそうです。はいはい、ということでですね、実験的に北側の中央ですね、こちら一ベッド、あと南側、そこ飛ばして南側の中央、はい、やっていきます。
南側ですね、ホーラー使わずに上にポコって乗せちゃって、そのまま定食ホールで押しつぶすってやり方ちょっとやってみたいと思います。はい、やりたいことはですね、まずここにですね 1.6 ぐらいですかね、乗せちゃうと。もうすでに6乗せてしまって、でもうこれでいきなりズブッと入れて、まんべんなく入るかですね。下の方が若干あれかな、土が見えちゃってるかな。ほら右の方ちょっと、やっぱり無理、ホーラーで一回掘ってやるのが間違いないのかな。これだと多分上の方に集中して固まって、下の方にあまりいけてないと。うん、そうだ、これならどうでしょう。まずホーラーが使いたくないわけじゃなくてですね、この土通路に捨てちゃうのもったいないなというところがあって、まず一発目開けますと、ちょっと広めに開けます。はい、でここに1点、こうやっていろいろやることは必要だと思います。はい、1.78、はい、入れてですね、またよし、これ定食ホールズで再度詰めると。あ、これはちょっとガチガチに固くなりすぎちゃう可能性ありますね。あー、そうか、これ見ときますか。結構、まあでも先ほどと違ってしっかり、はい、森のフローラ入ってますね。まあ、パッと見でもあまり違いはないですけど、うん、どうなんでしょう。まあ冠水とかすればすぐ崩れていくとは思いますが、ちょっとどうだろう。とりあえず試しにこれでやってみますか。こっちは2回定食ホールズで押し込む、はい、あっちは北側はホーラーで掘って通路に捨てて入れるって形、こっちは2回ホーラーやってみます。